10時です。あっぱれ、やってまーす。よいしょ、浜口です。有馬です。ドラフトの関です。我が家坪倉です。青井翔太です。サラコパスタばっかり食べてます、内田理央です。ボクシングに行きたいです。 NMB48 の山本沙耶香です。あ、絞り出したね。あ、やりたいの。行きたい、行きたいです。サイズみたいなこと。あ、やりたい方です。やりたい方、はい。なんか最近流行ってないですか、なんかボクサーサイズみたいなこと。そうです、そうです。なんか普通に暗いとことかで女性とかがやるやつとか。あ、暗いとこのやつな。めっちゃでも流行ってて、すごい。なんか集中できる人もいいんだ。そうなんですよ、みんなすごいシェイプアップされてるって。あ、そう。そうなんです。シェイプアップしたいってこと。したい。切実。しかも楽しそうやなと思って。そうなんですよね。ストレス発散みたいになるのかな。はい、あれ多分ミットとか殴るでしょ。うん、そうです、そうです。だから、うん、そういうことって日常生活でないじゃないですか。ないですよね。そうか。だからストレス発散がやっぱ半端ないと思うんですよ。うん、それで綺麗に痩せていくから。うん、あ、なるほど、心身ともにみたいな。はいはい、と思いますよ。うん、想像ですか。と思います。でも理にかなってますよね。確かに。はい、確かにね。ストレスもなくなるならなおいいですね。うん、ストレスあるの？まあ、なくはないですよね。誰がババアや！いいね。はい、うん。やんないの、ダルとかそういうのは。私今ちょうどやってます。あ、そう、まあ、言ってましたよね。そういえば。ずっとあのキックボクシングやってて。で、ね、足でするボクシングやってて。そうそうそう、足でするボクシング。キックボクシングです。で、あの、その暗闇のところも何店舗か行ったんですよ。はい、うん、なんかすごかったです。何、なんていうの、暗闇のボクシングっていうの。いや、なんかそのレディース向けのとこですか。レディース向けで、でも男の人もできるところもあるんですけど。それなんで暗くすると必死の顔が見られへんとか。見られないし、気にならない。なるほどね。そうか、そうか。で、いいかもね。芸能人とかね、いいですよ。そうか、そうか。で、私の場合は結構ついていくのに必死で、うん、で、暗い闇じゃないバージョンみたいなのもあって、うん、そこは暗い闇じゃないバージョン。普通のとこでしょ。ちょっと暗いぐらいで、でも見えるんですよ、うん、人の顔とかは。で、私一番前の真ん中にされて、うん、で、インストラクターのお兄さんがこう、じゃあペンペンとかなんて言うんですか、ペンペンワンツーみたいな感じで。 SM クラブじゃないの。違います。言ってくれるんですけど、なんか結構見えてますよ、サボんないでくださいねとか言われて、私もうバリバリサボっちゃって、もう見えてますよとか言って、もう本当に私はもう、あ、もう人生で一番辛かったです。恥ずかしくて。そんなに。いや、あの、普段運動しないから。あ、運動量的に追い込まれたんだ。でも運動してる人は全然すごい楽しくできるんじゃないかな。暗闇は誰もインストラクターはいないの。います。いるんだ、はい、見えなくても。見えなく、でも見えないけど、なんとなく薄明かりでいて、うん、もっと暗闇っていうよりは、うん、ブルーライトぐらいの感じ。キラキラみたいな感じなんですよ。なんていうの、ライトがいっぱいなんかピカピカ鳴ってて、 あんま人が分かんない。で、音楽ガンガンで、クラブみたいな感じ。クラブみたいな。あ、多分そういうことだと思います。で、音楽に合わせてパンチみたいな。それ今言ってんの。今はあの、そこには行かずに、暗い闇じゃないやつ、あの明るいところで一人対一人でなんかミッド打ちみたいな。インストラクターの方と二人でやるやつなんだ。シェイプされるの、やっぱりね、されてるんじゃないかなって。急に興味なくなった。急に一言だった。何？それじゃないわ。そんなことでやってないしみたいな。そんなやってない。数えるぐらいしか行ってないのか。なかなか行けなくてですね。そうか。なんで忙しいの？ちょっとスケジュールが合わずに。なんでなんかやってんの今？いや、あ、今あの、うん、将棋のドラマをやって。将棋のドラマ？なんていうの？番宣ぶち込んできたな。将棋飯というドラマが入って。あれ潜水艦飯しちゃうかったっけ？それは違います。いつかあるかもしれないやつ。想像の話か、うん、将棋飯ね。だから多分さやねーは紹介してあげればいいじゃん、その暗闇。うん、暗闇の紹介できます。あ、本当ですか、うん、本当に、うん、教えてほしいじゃん。よかったよかった、最初にね、一人じゃあれだから、久々に、うん、一緒に行ってみればいい。そうそ う, そ う, そう、暗闇で待ち合わせたいね。そう誰だか分かんないんだから、暗闇で誰だか分かんないんだから。違う人とやってるみたいな。後で言ってまし た, でも絶対知り合いない方が解放できると、されると思います。なんで嫌がったんでしょ。あいつめっちゃ必死やんとか。それそういうの嫌で、それがね、そんな言うタイプちゃうで。あいつめっちゃ必死やんって。途中でね、白目むくんすよ。二人でやった
方が多分誰もいないところでやった方が、知らない人の中でやった方が絶対楽しいと思う。うん、じゃあ紹介はできるってこと。紹介はできます。久々に LINE だ。俺はいいじゃない。あれから LINE 全然でしょ。そういえば止まってます。下の方にあるでしょ。だってもう多分ちょっと埋もれちゃってます。遠く履歴から遠く履歴。じゃあもう、もう紹介します。やったー。そのお店だけちょっと情報をとりあえず LINE、 情報をとりあえずメールしますね。ありがとうございます。よかった、よろしくお願いしますね。頑張ります。タラコパスタばっか食べてんと。やそうなんです。紹介してよ。はい。タラコ作るの自分で。いや、タラコさばくところソースです。インスタントレトルトみたいに入ってるやつ。もちろんタラコからも作ることは可能なんです。そりゃそうです。作れますし、作れるんです、うん、作れますし、ご自分もご自分も作れますし、あの作ることもあります、うん、しかし今ハマってるのはそこではありません、うん、おなんでしょう。説明だ。あの2食分入ってる、あのよく売ってるやつ、インスタント189円ぐらいで。あ、えインスタントパックみたいな。あ、そうで、パックの。あ、そうなんだ。レトルトか。レトルトのパス、タラパスが、うん、タラコパスタな。すごい美味しいんです。タラパス、タラパス、タラパス。タラスパじゃないの。あれタラパス、あれなんですか。タラパスよ。タラパスって。タラパスですよね。パスタ、タラコパスタ。はい。スパゲッティじゃない。初めてタラパスなってきた。タラパスじゃない。タラパス、タラスパ。タラスパ。タラスパじゃない。タラスパ。タラパス。パスタの方だね。スパゲッティじゃなくて。タラスパでした。認めた。タラスパが美味しいんです。自分で作るよりも。自分で作るよりも全然美味しいんです。本当。生のが美味しいでしょ。自分で作るときどうやって作ってるの。タラコを絞り出して絞り出すの。アイディアみたいな。いや、切ってほら切って、あの包丁の裏側で、そう出すじゃない。高速ねんで。いや、そんな感じ。マニアスみたいにブチューってやってんの。いやいや違います。握り潰すんや。絞り出す。スプーンでユヒューって絞り出す。ユヒューってスプーンで。包丁の反対でね。包丁の反対でしょ。スプーンでやってます。スプーンでユヒューヒューヒューって絞り出して、どうぞ。絞り出して生クリームと。生クリームいくんだ。はい。あ、バターじゃないね。あ、バターもやります。バターと生クリームと塩コショウと、なんかちょっと醤油みたいに入れて終わりです。味付け。でもまずくなんなそれ。相当美味しいでしょ。絶対美味しい。それはクリーム系のパスタじゃないですか。でもその私が食べてるレトルトのやつはもうたらこの旨味なんです。へー。たらこよりもたらこの旨味がすごいね。すごいな。しかも辛いんですよ。ちょっと辛い。ピリ辛。そう、辛いの。鷹の爪入ってんじゃない。ちょ辛子明太。辛子明太子なんです。辛子明太子ってあるじゃん。辛子明太子のスパゲティってこと。そう、それが。じゃあ明太子パスタです。それそれにあのピンクペッパーとブラックペッパー混ざってるやつをこうシャリシャリなんていうんですか、ペッパーミルで、ペッパーミルみたいなので、ペッパーミルやろ、ペッパーミルみたいなのってシャリシャリやって食べるともうすごいしね。やってみてください。ありがとうございます。普通だったら美味しい。でもそんな偏ったら太ったりとかね。食べ過ぎ注意。タラコはねずっと食ってるんじゃない。いっぱい結構食べてんでしょ。結構食べてます、うん、太らないのね。ね、でも太らないですね、うん、他のものいっぱい食べるよりタラコパスタ食べてた方がいいじゃないですか。いや、わかんないね。その他のもの食べた、うん、野菜とかの方がいいんじゃないの、うんうん、あ、体型維持のためには。あのスパゲッティの麺の中に食物繊維が入ってるやつ食べてます、うん、お、そんなの、そうなんですね。知りたい、それ教えてほしい。あ、なイオンで売ってます。ラインとかつながりません。教えてくれ。イオンで買ってください。イオンに行けば買える。お金もあると思うんで買ってくださいね。イオンでね。さあ一曲行きましょうか。はい、では聞いてください。蒼井翔太でゼロ。この番組は遊び、癒し、宿泊の総合リゾート長島温泉長島リゾートと小説家になろうの提供でお送りします。蒼井翔太です。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。さあメールいただいております。大阪市はラジオネームミスター909参加いただきました。お、来た。
あっぱれ月曜日さん、こんばんは。こんばんは。この前夏休みを利用して、東京に遊びに行きました。うん、よかったね。AKB の番組でメンバーが渋谷でよくメンバーと会うことがあると言っていたので、何度か、聞いたことがあります、うんうん。僕はその言葉を信じて友人と渋谷をぐるぐる歩き回りましたが、誰にも会いませんでした。皆さんは仕事以外で偶然タレントさんと街で遭遇したことはありますか？あ、それが楽しいねんな、地方から来る人は。そっか、ね、うん、歩いてると思って。今のそのアイドルの人とかって吉牛に行くとか、どこそこに行くって、チェーン店とかを言われたら東京に行くうまみがそんなないねんな。うん、表参道でカフェしてるって言ったらここかってなんねん。あそうですね、まあ、そうですね。そっか、あったことあるかな。でもそれで来られると大変は大変ですもんね、うん、我々の方もね。会わへんねんけど。おるかもっていう期待が楽しいでんな。そうですね。あります？芸能人と一緒に普通にやって。ぽいなって人もめっちゃおるよね、もうね。あ、マスクも多いじゃないですか、最近。で、サングラスも多いし、綺麗っぽい女の子もめっちゃおるね。スタイルいい子もいっぱいいるから、芸能人かなとか思うけど、で、すっぴんだったらずっと話しかけられなかったりとか。品川駅いますよね、大体、うんうん、あ、新幹線いますね、新幹線のとこ困っちゃうな、いつも会うから、うん、挨拶しようか、ジャンル違う人だったら挨拶しようかどうか迷っちゃいます。確かにね、確かに、はい、違うから行くかっつって、うん、気づかないふりしてずっと下向いちゃうとかね、白鵬、白鵬さんというかまあ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 、そうですね、ジャンル違うと困ります。でもなんか知らんぷりもね、うん、した方がいいのかなとか、うん、どうなんかなとかって、うんうん、昔全然こういう仕事をまだやる前になんか18ぐらいの時に渋谷行ったらゴルゴさん見かけて、うん、シカト、シカトだ、いやいや、あ、ゴルゴだって言ったら今じゃ言えないけど、ね、素人さん、ね、ゴルゴだって言ったら、あーっつって手挙げて、手挙げて、うん、いい人だった。それがまさか事務所の先輩になると思ってあの時はすいませんって謝らないと。そう、俺も若手番組をね、一緒にゴルゴさんとかとやってる時に、はい、うん、あの住んでた町の、あの弁当屋さんでゴルゴさんがバイトしてたの、それ知らんと言ったらゴルゴさんが「おお!」とかつって「浜口じゃねえかよ!」とかって、「お大盛りしてやるよ!」っつって、うん、もうなんかあの弁当にもう溢れるぐらい、蓋閉まれへんぐらいご飯入れてくれて、で、あの味噌汁も蓋閉めれへんぐらいパンパンに表面張力ギリギリぐらい入れてくれて、持って帰るとき全部こぼれてゴルゴさん、すごいな、いらんことしてるって嬉しかったんや。僕一個感動したのが、そうそう、テレビ出始めてネタ番組で 2,3 回ぐらいネタやったぐらいの時だったんですけど、うんうん、なんかスタッフさんと一緒に六本木にちょっとご飯行こうって言われて、で行ったんですよ、うん、で飯食って出てきたら、うん、ちょうど前からすごい背の高い方が歩いてきて、うんうんうん、そのスタッフさんが、あ、高木さんだっつって、うんうんうん、高木さんっつって、え、うん、挨拶した方がいいかな、でも会ったことないし喋ったこともないし、うんうん、まあ、あっちも俺のことなんか知らないだろうし、でもどうしようかなと思って、うん、でも一応思い切って芸人やってるんで、うん、一応挨拶しに行ったんですよ、うん、おー、すいません、はじめまして、すごいね、すげーな、あのお笑い芸人やってる我が家のって言ったら、うん、知らねえよって蹴っ飛ばされたの。何でもいいな。これ冗談なのか本気なのか分かんないと思って、うわ、どうしようと思って、いやいや、そんなこと言わずにちょっと名前だけでも覚えてくださいって言って、もう一回言ったんですよ、うんうん、あの名前だけでも本当にあの我が家のって、だから知らねえよってまた蹴っ飛ばされてほんでじゃあなって言っちゃったんですよ。でちょっと大きめの声で、うん、すいません、あの名前だけでもあの我が家のって言ったら言わせねえよって言って、めっちゃかっこいい。すごい。知ってたんや。知ってた。すごい。めちゃくちゃかっこいいとか。かっこいい。三段目だ。三段目。すごい。三回目行ってよかったなと思って。よかったね。行けへんかった、聞かれへんかったんや。そう。かっこよかった。素敵やな。素敵ですね。そういう神対応ですよね。神対応。神対応。そういうのないかな、うん、褒められたいな、そんな風に、ね、かっこいいですよね、うん、愛情がありはるからね、うん、それで、うん、今日あの三浦さんとロケしてたんですよ、うん、ね、三浦さん、日テレの三浦さん、そ、うん、したら大きい灯籠挟んで横断歩道向こう側に女子高生がいて、うんうんうん、まだロケカメラ回ってないところで、うん、ロケバスが置いてきたところで、したらわーっつって、うん、
手振ってたんですよ三浦さんに、うん、あ、ミトちゃんだミトちゃんだみたいな感じで、うん、で言ったら、まあ、もちろん笑顔で振り返してたんです、うんまあ、そこまでまあいい人だなと思ったんですけど、うん、そしたらそれにテンション上がって女子高生が、うんうんもうテンションがもう喜びすぎちゃってわーっつってちょっと道路に出そうになったら車危ない車危ないから車危ないからっつってちゃんとそこもなんか下げて下げて対応してもさすねやだそういうところだろうなと思って普通に笑顔で手を振るだけじゃなくてそこまで気使うほんまやね人やななんかいい人だなと思ってへえ、うん、そういう風にねなんかこう、はい、街で会ってみたいなうん、うん俺も何回か話してるかもしれんけど僕はあのカウンターのねこの字型になってるカウンターのね、うん、お寿司屋さんで、はい、ちょうど対面に寿司職人さんをね挟んで対面の方に愛川七瀬さんがいてはった、はい、でもジャンルちゃうしやな、はい、俺のことなんて見たことないやろうな、うん、知でも知ってるかもしれへんと、うん、どうなんやろうと思ってでもちょくちょく目が合うねんパッで向こうもあの知り合いとかと来てるから、まあ、目合ってどうしようみたいなさっとこう目がこう そらされんのよ、うん、あでもこれはもうちゃんと挨拶しようと思って、うん、次目を追った時に、うん、挨拶するとパッて目を追った時にこう俺がこう会釈したら向こうはこう寿司を取るタイミングで、うん、傘なんの俺が会釈したら向こうは寿司取る頭下げてちょっとそうそうそうで多分帽子かけたら向こう目があって俺に会釈した時に俺が寿司取るって感じだ結局なんか気まずいまま、うんあうん、なるほど結局挨拶できずに、分かれちゃいましたけどどうなんやろうなとかと思ってその時はうんそんなんはあったわ、うん、困るけどな、うん、そういう風にそうですよね、うん、ちょっとジャンルが違うとジャンル違うとねはい、挨拶していいもんかどうか、うん、僕はその俳優さんというか、うん、その時は渡辺裕太くんとかと普通に飲みに行ったんですよ、うん、で息子さん息子さん、うん、で徹さんの、で僕いつもお酒飲むと記憶なくなるまで、うん、もうベロンベロンになってでその時家に帰ったんですよしたら、うん、これ写真って言って送られてきたのが、うん、なんだか知んないですけどそこに女優さんがいてその女優さんが、うん、そのお店で会ったんですって、うん、でその女優さんと最終的に俺肩組んですげえ笑ってそれ高岡早紀さんだったんですよ、全く俺家に帰っても記憶がなくてもったいない、はい、もったいない記憶やな、はい、ずっと楽しかったやろな、はい、ずっと首絞められてましたよ鈴木さん喜んでましたけどつって酔っ払ってあったんだ、はい、鈴木この野郎ってずっと言われてたって言ってでもまあなかなか地方から出てきて、うん、たまたま会うっていう、なかそうね、なかなかないよね。そうですね。劇場行くのが一番やろうね。テレビとか劇場とかね。そうですね。特に会いますからね。そうですね、確かに、うんうん。でもあんまりこのね、見つけてもらいたくない時もありますからね。あ、そう。はい。でもみんなあんまり見つけてもらいたくないんじゃないですか。僕は全然いいですよ、うん。俺もそう。俺も全然見つけてもらいたくない。うん。さあじゃあ続いてのメールいきましょう。どれ眠いの？うん違います。タラコパスタ食べたいの？はい。そうそうはい。京都市、ラジオネームスーパーマナブ君からいただきました。はい。やっぱりゲツの皆さんこんばんは。こんばんは。皆さんはインスタグラムやっていますよね。今、うん、インスタ映えという言葉がありますが、皆さんはインスタに投稿するときどんなインスタ映えを考えていますかということです。インスタ映えって何ですか？だからインスなんか綺麗な写真とか、うん、色目が綺麗なやつとかね、うん、なるほどなるほど、カラフルでもない写真をこうフィルターをかけることによってなんかええ感じに写すみたいな、確かに全員やってるんですか、おしゃれに、僕やってないです、やってないです、僕もやってないです、僕もやってないです、あ、おいしょ、浜口やってます坪倉やってます、あ、じゃあシャネやってますね、やってます、内田もやってます、ね、あ、じゃあ4人インスタ映え探してんの、映えそんなに、うん、なんか綺麗なの撮れないんだよな、うん、映えは意識してんけど、なんかフィルターでね、ぼやかせるから、なんかそういうのでなんか何気ない写真も、あ、なんかセピア色になったからええかみたいな、そういうのもあるけど、うん、どういうのがいいのかな、
画質が良くないのかな俺のあんまり画質が良くない画素数があんまり良くない毛量かなんか毛量はないですよ、うん、そこは漏れないんですよ、ね、そんな、うんあうん、そんなに気にしてないなんかでも一個気にしだしたらなんか、うん、多分投稿できなくなっちゃうんですよ、うん、インスタってなんかそうやおしゃれすぎてあおしゃれすぎんねや、はい、あそうかおしゃれすぎるのはなしってことですかあじゃなくてあの分かんなくなっちゃうんですよね、うん、何がいいかああそれを考え出したら遅れなくなっちゃうから、はい、そうなんでもええわ表のしていかないと続かないよね、うんうん本当にインスタグラマーとかの方は、うん、もうインスタグラムに写真を載せるためだけに出かけたりとか、うん、してそれしてるらしいですよあじゃあもうそう出るようになっていいんじゃないの趣味としてはあそれがインスタ映えって言うんですってインスタ映えする写真を撮り、うんうんうん、行くとか、うん、インスタ映えするご飯を頼むとかあそういう風に使うみたいな、いいねが欲しいいいねが多分欲しい、うん、そういうことだと思うこの間収録でびっくりしてんけど浜口さんがおしゃれリビングっていうので検索したりとかするっていうあでも分かりますそれそんなに何ハッシュタグおしゃれリビングみたいなインスタの超便利ですよねでもねインスタでそのなんか部屋のその配置どうしようかなとか、うん、どんな家具買ったらええねやろとか、うん、っていう時に参考になるように、うんうん、おしゃれリビングを検索する、うんうん、おしゃれリビングって日本のやつしか出えへんから、うん、なんかこう英語の ルームとかおしゃれルームおしゃれルーム日本語で言うねそうですねそれだけをやってる家のだけやってるのもありますもん、うん、アカウントねあそれで絞れんねや、はいはいすごいうん、そういうのはいい写真がメインなんですか俺もあんまよく分かってないんで写真、あれ文入れたら勝手にシャープがついてハッシュタグにダダダってなってくるいや違いますあ自分でシャープ入れなかった、はい、わいっぱいシャープ入れなかったハッシュタグなんか文章で語らんでええから楽ですね。そうですよね、確かに。写真だけ載っけりゃいいやみたいな。翔太くんやった方がいいんじゃない？絶対に。いや僕だってツイッターで写真載っけちゃうので。うん、あそっか。ツイッター言葉にして。ああ。ね。なるほど。ニコニューサープロデューサー。ニコめんどくさい。いやでもな、うん。やだ。いやなんて言うんでしょうね。うん、だって髪型とかでも結構変えるでしょ翔太くん。そうですね。髪の毛の色とかね。そう、それ変えた。うん髪に乗せるとかさ化粧してんとあかんみたいな印象になるもんねああ確かに、うんね、全然乗り気じゃねえよごめんやんなくていいよやんなくていいよやるなやる一生やんじゃねえぞでもどっかで始めるきっかけになるかもよ、なんか急に始めるでもちょっと始めたいみたいな、うん、ね今そのインスタの多い順から仕事決めてくみたいな、ね、あるでしょ、そうなのそうらしいですそんなことあるんですか結構、うん、だって番組とか呼ぶにも ねなりますよね、うん、そんなことあるインスタ のいいねの数が多い人かってこととかフォロワーが多い人なるほどそうなの特にネット番組とかそういうので呼ばれたりとか、うん、多いですよねだから僕らが知らない子でもその SNS 界では有名なモデルさんとか若者に支持を得てるんだ、うん、この人はってなって売店もね、うん、その人もね今の注目が分かるんですね、うんうん、でもそれで100万人ぐらいいるでしょいないですいないインスタははいツイッターはいるのツイッターははいすごいよ、ね、何やろね100万全員来へんねんなインスタの方に同じようになそうですね写真まではいいってことですか情報いやーひどいどういうことなんですかねでも層が違いますよねやっぱり、うん、そっかそっかインスタとツイッターではそうなんだ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 それですよやっぱ、うん、あのインスタグラムは女の子やっぱ多いですもんね、うん、私ツイッターも大好きなんですやっぱり、はいはい、そういう情報がやっぱりもうすごいので、うんはい、常に早いし、はい、量も多いし、はい、っていう意味ではその時その時その瞬間を知るにはやっぱりツイッターの方がすごいなって思うし、うん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 、なるほどね、うん、そうやどっちが多いのダリオインスタとツイッターとフォロワーが、うん、インスタの方が多いですあ多いんだまだ多いですじゃ写真興味あるんだ、うん、ダーリーの方ダーリーの写真の方が興味あるってこと、ね、言葉は別にはやっぱモデルさんやから女の子フォロワーが多いのかな、うん、ブログの方はみんなやってるんですかあずっとやってないなブログブログはやってないな、うん、あ一切やってないってことですかいやブログはやってるんですけどあもう書いてないってこともう全然書いてないです
炎上ブームの時にやったっきり、うん、炎上ブームの時に1万7000件ぐらい死ねっていうのは来たからやってないですね。すげえな、そんな言ってすげえな。俺ほんまつい最近始めたのよ、おそのコントサークルって、はい、やってるやつの、まあ、ちょっと宣伝も兼ねてやね、これも結局自分のもあのブログになってるけど、うんうんうん、はい、まあだからあの写真とちょっと文も載っけてるねんけど、うん、あれまあそれはいいねんけど、順位出んねんなあれ、あランキング順位出ます、400ないみたいな、うわあれ ただただへこむねんけど確かにね、まだ俺の上に何人もおんねんやみたいな、もう、まあ、始めたばっかですからそう、そのうちどんどん上がる。あでも毎日更新しないとブログの場合は順位上上がってきません。あそうなん、とにかく何でもいいから更新すれば上がってきます、うん、勝手に、ああ気になって見に来るってことや、はい、お笑い部門みたいな部門にも分かる、部門でもないみたいな、はい、なってる、うん、ね、それで毎日上げて写真を貼るとガンと上に上がりやすいんです、うん、自宅とか、はい、写真でもワンクリックになるんで、あ、そうなんや、はい、文章と写真で、文章を見て写真で、あ、2段、はい、これで2段です。やっぱり最初始めた時は、まあ、注目度があってバーンって1位やったの、うん、でお笑い部門でね、お笑い部門で1位やって、はい、すごいな、これはかなり期待されたの、頑張らななと思って、うん、一生懸命どん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 更新して、うん、更新するたびにどんどん落ちてくるんですよ内容がつまんないじゃん、内容がつまんないそう、それ思って内容つまんないやろうなと思って、はいはい、どんな人がランキングされてるのバーって言ったら、はい、まあそうそうたる面、ね、渡辺くんとかあったんだけど、はいはい、うん、なんか俺が見た時の1位が安田大サーカスのヒロやったのよ、腹立つわ思ってすごい、まあまあ闘病日記をね、あ、なるほど、乗っけてるしあれだけど、で、あ、さぞかしねすごくな、はい、いい内容のことが書いてあるんやろうなと思って見てみたら、はい、今日ウォーキングをした、うん、新しい公園を見つけたっていう記事で終わってたの、え、これに負けて確かにね、でじゃあ 前どんな写真載っけてんねやろって、はい、いつも行く公園に来てるとかって言ってバッと写真載っけてんけど、うん、新しい公園と全然変われへんねん公園やからな、滑り台とブランコぐらいやろねんってそれが負けた、それに負けた、それに大きく突き放されて事務所の後輩にそう、ね、へこむわなんかあんねやろなコツが、うん、なんあんねやろな、コツありますよねあれ、目的がどこなのかあるな、ランキング上げたいのか、はい、うん、見て来てくれる人が増える方がいいのか、はい、あれもう別にそんな知りたくもうそんなにないから、あれ消す方法ないの、ないんだランキン ランキングもう見たくないねあ落ち込むから、そうなんか逆にへこむだけやからあれでも見なくなるやつあるんじゃないですか、あんのかな、設定できるんですか ねできると思います、あとパソコンの下にガムテープ貼っていいんじゃない携帯やしやな、スマホで見てるし、うん、あれなんとかしてほしいランキング見てないことにすればいいのに、順位以内だけね、も普通に行こう思ったら今ないですみたいなのが上に俺のやつ見る前になんかボーン出てくる、出ちゃう、あでもなんか編集のとこでできんじゃない、それ切るのできんのかな、多分できると思いますけどね、そっか、うん、何も知らずに始めてねんな、何も知らんほんでへこむだけへこんで大したことは書いてないけど、さあ、続きまして静岡県はさやね推しのミソーラ、ミソーラ、ありがとうございます。あっぱれ月曜日、皆さんこんばんは、こんばんは、突然ですが皆さんに聞きたいことがあります、うん、自分はこの人無理だと思ったら同僚でも友達だった人でも目上の人でも一切話すことができなくなってしまいます。うーん、周りの人はあの人マジありえない無理って陰で言っていたりもして、いざその人がそばに来るとうまく愛想笑いをして上手に話しています。世の中的にはうまく愛想笑いでやり過ごした方がいいんだろうなと思いますが、それを見ていると自分も実はそう言われてるんじゃないかと怖くなってしまうので嫌な気持ちになります、皆さんはこの人本当に無理だと思った人でもどうしても関わらなきゃいけない場合はどういうふうに接していますか、一切近づきませんか、愛想笑いを振りまきますか、教えてほしいです、よろしくお願いいたします、学生さんなのかな、でも会社っぽいな、会社っぽいね、名前の人でもっていうことを書いてあるからね、社会人だね、さやね推し、さやね推し、どうですか、さやね推し、苦手な人に対する態度ですよ、この人嫌だなとかって、確かに、
ある？ある？私はまあ基本はでも必要以上関わらなくて済むなら関わらないですけど、うん、近づかないと、はい、でも別に変わらないです。他の人と変わらなくしてますかね。嫌だなと思っても、まあでもなんで嫌って思うのかなって確かめます。どこが嫌なんだろうって、うん、もしかしたらなんか自分もね、うん、良くないことがあったかもしれないから相手に対して、うんうん、なるほどね。どんな人が嫌いなんですか？どんな人が嫌い？はい、うん、なんかあれはなんか嘘つく人とかさ、はい、ね、態度が変わる人とか、うん、鈴木っていう意味で、いやいや全然、うん、もう大勢いますよ。そしたら全国で2番目、全部否定から入る人。あー、わかるわ。なるほど、そうね、うん、で新しい意見言えへん人な。そうそうですね、うん、デモとかばかり、うん、あ、なるほどな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 、せやねんな、うん、あれ皆さん思い当たる節があるんですか？でもなんか自分が大人になればいいやって思わないまずデモって自分で言いましたね自分を否定しましたね、そうね、確かにね、なんか、うん、それはできないと思います。いやそれはちょっとあの人数足りないんで無理ですとかね、でもなんかもうそうなったらもう、あ、もうじゃあ折れようってなりません？絶対折れない、あんだよね、できるわって、うん、いい、いらん、じゃあ俺がやるって、あ、うん、かっこいい。そこら辺浜口さん芯ありますもん ね、めちゃくちゃあるで、うん、俺かっこいい、めちゃくちゃあるめちゃくちゃあるで、芯一本でいいです、何本も芯一本でいいです、めちゃくちゃあるとダメなんですよ、一本でいいのに、一本筋が通ってないのに、一本じゃないよ、めっちゃあるダメなんですよ、それないんですよ、その人意見が、自分の意見がないんですよ、その人昨日と違うこと言ってるってでも変わるよね、うん、意見は あれはスタッフの人にも多いけどさ、あからさまに人気者にしか話しかけへんスタッフの人、わーって大勢おって、うん、あからさまに人気者だけにふわーってするよって言ってわーって喋って、うん、ないがしろにされて帰っていかれるみたいな、挨拶もされへん、うん、うわ、いいですね、俺もめっちゃ根に持つからね、それ浸透ってるわ、覚えたぞ覚えたぞ俺が調子いい時絶対許さんとかっつって全然テレビとか出る前に多分あっちは覚えてないんですけどね、うん、そういうちょっと嫌な態度されてるって、うんうん、こっちは覚えてるからあの時のだって思っても、うん、出始めた時にちょっとなんかおい久しぶりだねみたいな感じで話しかけてきて、うん、あこいつ忘れてんなと思って、うん、言わへんけどみたいな、うん覚えたぞみたいなのもあるそうね、はい、すぐ折れちゃうな、うん、俺は、うん、折れちゃう、折れる、折れる、あの折れる嫌いな人とすげえ仲良くしちゃいます。へえー、はい、もう嫌いであればあるほど仲良くなって、で仲間に取り入れて、でその人がいなくなった後で陰口をすげえ、うわあの女子大生の話聞いたりする番組をさ一緒にやってるから、はい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 、お互いこう誰喋ってる様子は見てんのに、うん、タク君が喋ってる時は俺はモニタリングしてるから、うん、俺が喋ってる時はタク君はモニタリングしてるから、うん、お互いのこと結構分かるようになってきた、うん、もうすぐ仲良くなります。俺はなんとかこう、はい、俺もやんねんけど喋ってんねんけどバレてへんと思ってるねんけど、タク君には、うん、今の女の子たち苦手やったでしょとかっていうのを半分にはバレてんのよ。半分にはもう大体分かるようになります。へぇ、また興味ねえわっつって恥ずかしい、ディレクターバレたいでそれはもうその子たちが帰った後ぐらいもう浜口さんが1歳か2歳ぐらい老けてんしんどかったんや、しんどかったんだなっつって無理してるからタクさん怖いなタクはもう逆にめっちゃ喋ってる。でもそれですごいなんか信用しちゃう、うん、そうですそうです、で帰った後すっげえ悪口言う、うわーやだー言うてる、めっちゃ怖い、だから皆さん喋ってたよあんな仲良くとか回してたよなんて言うから、だからどんどん皆さん仲良くなってください。もう嫌いだ、みんな嫌いなんだったな、思うよ、ノートないよ、はい、さあ、メールのコーナー以上でございます、はい、
じゃあ宛先を誰を言っておきましょうか。はい、メールの宛先はやるげつ @mbs1179.com yarugetsu@mbs1179.com までお願いします。さあそれでは、曲いきましょう。はい、最後の曲ですね。はい、10月4日に発売になる私のセカンドアルバムから1曲新曲を聴いてください。山本さやかでジョーカー。ここでお知らせです。今年も9月の16、17日に大阪吹田市の万博記念公園下の広場であっぱれごちゃまぜやんやん天国今時など MBS の夜の番組の出演者が大集合する公開イベント、あっぱれ俺たちごちゃ祭り、毎晩からやってますを行います。毎晩毎晩毎晩ってんのね。すいません、使ったんでしょ。毎晩からやってます。万博からやってますを行います。毎晩間違えたすいません。出演は私内田理央、毎晩からっつって、よい子、我が家つぼくら、いや知らないよ。いやね、初めて。ドランクドラゴン鈴木、バイキング小峠、次長課長もがみもが、剣道小林、アンガールズ、加計美和子、TKO、私立恵比寿中学、武井壮、大久保佳代子、LOL、ジャングルポケット、ロンドンブーツ、ニューヨーク、吉木りさ、必殺松いくみ。ちっちゃいつつかない。必殺松いくみ。必殺松いくみ。朝日奈央や博士舞、平成のぶしっこむしらが連日登場します。止まれ。詳しいことは追って番組で発表していきます。9月16、17日は万博へゴー。声高いな。なんでそんな声高い。NMB48 の山本さやかです。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。大喜利のツボだよ。何やねん。このコーナーはドランクドラゴン鈴木拓の大喜利力をアップするコーナーです。大喜利のお題に浜口ありのツボくら、そしてさやねんも答えますが、4人は回答に後乗せしても解説で笑いを足しても構いません。そして最後にスッツキに答えてもらいますが、スッツキは一発回答の君で笑かしてもらいます。その判定は翔太くんにお願いします。ゴー。いいね、万博へだ。今回のお題です。東大阪市ペンネームプルトン総督からのお題。青春ドラマのラストシーン、主人公が夕日に向かって叫んだ言葉にがっかり、なんて叫んだ。うーん、青春ドラマのラストシーン、主人公が夕日に向かって叫んだ言葉にがっかり、なんて叫んだ。なるほど。普通なんて叫ぶ。なんだろう、普通、普通でいいですか。好きだみたいな。あ、好きだとか。万博へゴー。それ私です。それ私です。認めちゃうんだね。よし、できた。すごい早い。何にも思い浮かばない。俺もよくわかんない、もうダメ。夕日に向かって叫んだことないな。なかなかないですよね。浜口さんからいきますか。お、浜口さんじゃあ行きます。はい、頑張ら、あれ、あ、そうですね、まだカンカン。じゃあ、いきますかね。はい、じゃあ浜口さんから。青春ドラマのラストシーン、主人公が夕日に向かって叫んだ言葉にがっかり、なんて叫んだ。 I was gay。 でっかい声で、ね、一番最後にね。すげえカミングアウトですね。恋愛もんやったらどうする。恋愛もんがっかりです。意味ないからな。はい、続きまして誰行きますかね。はい、あ、じゃあ坪倉さん。青春ドラマのラストシーン、主人公が夕日に向かって叫んだ言葉にがっかり、なんて叫んだ。これあの別れた彼女に伝えたかったんですけど、うん、あのフレーズがあれでちょっと邪魔しちゃって、うん、そっちに寄っちゃった。元気ですか。普通の元気ですかっていうようなセリフ、うん、ごめんなさいね。めっちゃ喋ってたから、はい、なんかめっちゃ喋ってたから、はい、そのあのフレーズに引っ張られてモノマネになっちゃったっていうことです。さあ、はい、難しい。じゃあ有野さん。青春ドラマのラストシーン、主人公が夕日に向かって叫んだ言葉にがっかり、なんて叫んだ。番組公式ツイッターフォローしてください。番宣や。ラストシーンなの。すごいね。フォロワー欲しいです。なるほどね。そのためだけにやってたよな、このドラマ。
じゃあ続いてさやねんですかね、はい、じゃあいきますよ。青春ドラマのラストシーン、主人公が夕日に向かって叫んだ言葉にがっかり。なんて叫んだ。このドラマおもんなすぎる。お前が言うな。主人公なのに。主人公が言うな。まあがっかりですね。うん、はい、じゃあラスト。死んで生き返ったり死んで生き返ったりするからな。さあ最後、はい、いきますよ、はい、青春ドラマのラストシーン、主人公が夕日に向かって叫んだ言葉にがっかり。なんて叫んだ。10円拾ったもうやだよこれ。他の自信のなさが現に現れてますね。かすれてるわもう。翔太くんどうでしたか。翔太くんごめんなさい。いやー大変よこれ、はい、今回もダメでした。これやります、まだ続きを困らせるお題送ってください。あつさきをダーリーお願いします。はい、メールアドレスはやるげつアットマーク mbs1179.com までお願いします。よいこ有野です。浜口です。MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。小説家になろうプレゼンツ、真面目に朗読やろう。このコーナーは誰でも無料で利用できるウェブ小説投稿サイトこのコーナーは誰でも無料で利用できるウェブ小説投稿サイト小説家になろうに投稿されている作品を声の達人蒼井翔太大天使と真面目に朗読しようというコーナーです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日は噛みますよ。噛む、ね、今日はちょっとなんか自信がないですよ。なんで難しいんだ。難しいの、はい、難しいんですね、頑張って、はい、いやダメですよ噛んじゃ。うん、真面目にやらなきゃダメな。タクさん前回ひどかったんで今回外されてますんで。名前がない。今日はもうタン絡まないようにしてたのに。はい、じゃあ、朗読する方真剣によろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。本日朗読する。関係ないよ。噛んだ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 よ。あの時のあの経過が。本日朗読する小説は宝石履きの女の子。とある町の片隅にある小さな宝石店、そこで働く宝石に愛された女の子のお話です。それでは早速朗読しましょう。宝石履きの女の子。作波跡。登場人物クリュー、山本さやか、スプートニク、よい子、浜口勝。宝石と宝石に愛された彼女の話。ビビビビと枕元の時計がけたたましく鳴り響いて、クリューは目を覚ました。ああ騒がしい。まどろむ頭の中にひどく大義な感情だけを覚えながら腕を伸ばし、指先の感覚で時計のアラームを解除。ただ起き出す気力はまだ生まれず、布団から顔を出すまでにそれから5分ほどの猶予を待つことになる。彼女がようやく文字盤に視線を合わせた時、時計はアラーム設定した時刻から10分を過ぎていた。おはよう。覚悟を決めて起き上がり、誰もいない部屋へとつぶやいた言葉はあくびに紛れていた。なんとも決まらないなぁと思いながらベッドから降りると、その拍子に寝巻きの裾からコロリンと2つ、いや3つの宝石が転げてた。どうやら眠っている間に吐いたようだ。1つは赤く、1つは青、そして1つは緑色をした。それらをすべて拾い上げると、クリューはハンガーにかかったエプロンのポケットへそっとしまい込んだ。スプートニク宝石店従業員クリューの一日の始まりである。リアフィアット市は大陸東部に位置するルカー街道の宿場町として栄えた中程度の町である。年間を通して温暖な気候から多種多様な果物、牡蠣の産地としても知られているその町は、魔女協会の支部こそないけれど警察局の治安維持活動は非常に優秀で、未解決の事件はゼロに等しく、とても暮らしやすい土地だ。
そんな町の片隅に店員2名の小さな宝石店があった。スプートニク宝石店。店の2階は居住区域になっていて、従業員クリューの居住している部屋もまたそこにある。部屋の目の前にある階段を降りて1枚のドアを開けると、そこはもう店内だ。おはようございます。身支度と食事を済ませ仕事場へ。今日の衣装はシンプルな丸襟ブラウスと春色のフレアスカート、紺色の薄手のカーディガン。カーディガンは上から2番目のボタンだけが花の形を模していて、クリューのお気に入りの一枚だが、以前それを店主に自慢したところ、彼は胸元をジロジロ眺めた後鼻で笑い、さすがの俺もまな板に浴場するほど飢えてねえな、などとのたまったので、それ以来店主に対しファッションに関することを言うのはやめた。あとはいつものように背の中ほどまである栗色の髪を三角巾でまとめ、エプロンをかけている。それほど飾り気のない格好であるが、そんな中唯一アクセサリーとして右耳を彩る赤いイヤリングは、店主が以前これはお前にと作ってくれたもので、いつも身につけているものだ。店主と店内に向けたクリューの挨拶は今度こそまどろみに溶けることはなかったが、あれ、スプートニクさん。普段の店主の姿は店内のどこにもなかった。いつもは自分より早く来てレジカウンターの椅子に座りながら不機嫌そうな目でズルズルとブラックコーヒーをすすっているのに、よくよく見回してみれば窓も鍵が閉まっていて、宝石ケースも布をかけたままの状態だ。宝石加工室のドアも施錠されたままになっているあたり、その中にいるというわけではないようである。となると寝坊か遅刻か。店主の居住部屋もやはり店の2階クリューの隣に当たる場所になっている。開店時刻10分前になっても降りてこないようなら部屋まで起こしに行こう。そう決めてクリューは開店準備にかかった。まず入り口の鍵を開け、ドアにかかった閉店の札をひっくり返して準備中に。それから窓を開いて空気を入れ替え、宝石ケースにかかった布を剥ぎ取る。ケースと内部の陳列に問題がないことを確認すると、クリューは布をくるくるまとめて棚の下にしまい込んだ。すべての宝石ケースから布を取り、それからレジカウンターの会場番号を、とその時、先ほど鍵を開けたばかりの入り口でドアベルが鳴った。だが今はまだ営業時間外である。準備中の札もかけてあるし、そもそも店主すらまだ降りてきていないというのに。けれど誰かがやってきたことは紛れもない事実であって、クリューは慌ててドアを振り向く。そしてできる限りの明るい笑顔でいつもの挨拶を口にした。スプートニク宝石店へいらっしゃいませ。すみませんお客様、今はまだ営業時間外で。しかし俺だと短く言った。その人は客ではなかった。すらりと高い身長と整った顔立ち、通った鼻筋とやや下がった目尻は甘く、色気すらにじんでおり、詰まるところその人の外見とは一言で言ってしまえば女性に好まれるそれである。入り口のドアにもたれかかるようにして立っていたのはスプートニク宝石店の宝石加工師であり、またこの店の店主であるスプートニクその人であった。おー、初めてまともに聞きましたね。今まで一番良かったんじゃない。邪魔者いなかったもんな。歯抜けとタンガラビがおれへんかったから。でもすごいですよね、なんか宝石をこう吐き出す、吐き出すとね、面白いね。どうやってくんだろうこれから。ね、タンガラはねよく吐き出すんですけどね。いやね、そのおっさんの話やね。可愛くもなんともない。俺だ
堀ちゃん出た出たブスが出てきたよ。ブス出てくるからな。店主やな。店主やってんの。俺だよ全然。女性に疲れるそれじゃないです。さあ、本日朗読、した、宝石履きの女の子の、一部だったんですけども、こちら書籍化されていてポニーキャニオンより絶賛発売中ですので、す続きが気になる方はぜひ読んでみてください、はい、以上小説家になろうプレゼンツ真面目に朗読野郎のコーナーでした。ドランクドラゴン鈴木です。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。さやねんを無金歩しよう。無キバナ、無キバナ、無キバナ、無キンポ、とっさき、ヌプス。このコーナーなかなか動じない冷静なさやねんをあたふたさせて感情をむき出し無キンポしようとするコーナーです、うん、メールいただきました。大阪市の未来少年ゆきんこ、うん、あっぱりの皆さん、さやねんこんばんは。こんばんは。先日この番組で有野さんが発言したさやねんの制服姿はオーバーハン感が出ているということがなぜかネットニュースに上がっていました。なぜこんなことがニュースになるんでしょうか。さやねんの制服姿を見て記者もそう感じたから載せたんでしょうか。最後には本人が好きで着ているわけでもないので多めに見てほしいと記者の感想らしき言葉で言っていました。言ってないのに僕はなんて失礼なこと書くねんと思いました。そのことについてさやねんはどう思いますか。見ましたよ、そのニュースネット記事。はい、そうなんや。はい、あ、その記者の感想入ってんねんな。多分最後はね、本音でしょうね、多分。好きで来てるよね。好きで、まあそうですね、衣装なんで。好きで入ってんのもんな。はい、好きでやってる活動なんで、そもそも。そうですよね。はい。でも多めには見てほしい。それはもちろんやっぱり他の現役メンバーに比べたら。現役メンバーでしょ。学生メンバー。はい、ああ、そうか。に比べたら。うん。ですけど。もう8年ぐらい経ってるもんね。はい。ダイモスなんかすごい言うからですよ。そうですよ、本当。このラジオすぐニュースになるんですよ。気をつけてください、本当に。結構なってますよ。今日ももう肩出してるからさ、もうカッサカサしてるからさ。ツル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 でしょ、エアコンで。乾燥するでしょ、大変でしょ、もう。そんなしないですよ。そんなカラカラじゃないです。もうクリーム塗りたくってるでしょ。しっとり感やんな。そんなおばさんじゃないです。そうかな。もうオーバーハン感出てると思うねんけど。カバンに入ってるでしょ、アメちゃん。アメちゃんは入ってますよ。オーバーハン感出てるやん。大阪のおばちゃんや。オーバーハン大体アメちゃん持ってるからさ。そうか、ネットニュースありがたいのかな。まあそうですね、それは。ね、このラジオの宣伝になってもらってるからね。確かに。さあ次です、大阪府のラジオネームハムスターの手。やる月の皆さん、ヒールのサキさん、こんばんは。やる月の皆さん、ヒールの先さん、こんばんは。誰がヒールの先やねん。なかなか難した例え。初めて言われた。例えね。先日、さやねえがドラマに出演することが決まりましたね。ああ、そうだ。植木等さんの活躍を題材にした内容で、昭和の園真理さんの役をするということ。久々のさやねえの演技が見られると思うと、今から楽しみです。撮影の裏話等があれば教えてください。もう始まってんの、撮影は。もう終わりました。おた、そうなんです。短いね。全然教えてくれへんかったね。うん、歌唱シーンとコントと、あ、コントはこの時代ね。そうです、そうです。もうすごい壮大なコントが、めちゃくちゃ派手な、はい、そうです。 NHK バックバンドがついてやるコントみたいなやつや。バックバンド、それはいなかった。クレジーキャッツってことですよね。クレジーキャッツの植木さんとかがやってたコントをやるってことですよね。あ、そうです。その中に昔は多分皆さんがいっぱいいて、女性とかもいて、でみんなでコントやるみたいな。さすが鍋プロ。そうですね。僕トットテレビで植木等さんやりましたから。ああ、そうなの。はい、満島さんが黒柳徹子さんやってる時に、もう植木さんもうびっくり、すごい荷が重くて。ジムソン大先輩。ジムソン大先輩。だって、NHK のゴールデン8時に俺、スータル節歌ったんですよ。そうなんや。すげえ緊張しました。すげえ。そりゃそうやよな。どうだったんですか、さやねんは。さやねん。その時代の。
コント、うんね、コントはすごい楽しかったです。でももうダイナミックすぎて、うん、なんかもうされるがままみたいな、あ、そうなんです、はい、歌唱シーンがすごい難しかった。歌うんだよ、ね、うん、歌唱シーンってだって自分の本業じゃないですか。だってそこはそうなんですけど、はい、もうその歌謡自体もやっぱ今の J-POP とは全然違う歌謡ですし、なんか振り付けとか、あ、当時の感じを出さなあかんから、はい、難しいんだ。ちょっと本人に、まあ、寄せるまでじゃないけど、そうなんです、ね、やっぱりその人の役ってことで、その園さんをブログに山本さやかちゃんが演じてくれますみたいなのを書いてくださってって、あ、これはきっと見られるなと、そら見られる、見てもらえるね、余計緊張します。演技は得意なんですか？全然。いやでもさっきのとか上手だったよね、小説の、あくびのおはようね、はい、うん、浜口さんあんなのね恥ずかしくてできないよ。おはよう。恥ずかしくてできないって何ですか。失礼なんだよな。無理にこうやらなあかんみたいな。そうそう、うん、自然な感じ、自然な感じでやってるから、ね、うまいですよね。あのもう演技とかって恥ずいと思った瞬間にもうそ役から外れてんもんな、うん、そうですね、そうやね、うん、それを取るのが難しいのよね。恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしかったですか、恥ずかしい、演技するのは。いや、その時は全然。他は誰が出てはったの？か、植木さんはあの山本浩二さんで、うんうん、あ、そうなんだ、そうなんです、とか、うん、です。忘れてない。あと、うん、あと中川翔子さんとか、うん、ちょこたん、ちょこたん、こう、山本さんは筋肉すごかった、あ、が分かるお衣装ではなかったです。です。オッケー、楽しみですね。楽しみはね。坪倉くんだって俳優一番初め目指してたんでしょ、だって。まあそこし、そうっすね。二枚目の顔出しちゃう。腹立つな。結構かっこつけたんで。俳優志望できたの？もともと俳優志望みたいな、まあっていうか、なんとなくざっくりこういう世界に憧れてただけで、その時その東京のなんか芸人の養成所みたいなのもなかったし、どうしていいか分かんなかったんで、とりあえずそこのなんか入ったところがなんか俳優養成所みたいなところだったんで、あ、鍋プロの前に、鍋プロの前に入ってました、はい、そこであの2人と出会って、あの2人はなんかお笑いでいたんですけど、いや、ちっこいのと太ったのと、ちっこいのと太ったのはコンビ組んでいたんですよ。売れなさそうな2人だから。コンビ名ルーキーズだった。全然ルーキーじゃない。以上ですか、うん、はい、じゃあさやねを無金歩させる、メールお待ちしてます。宛先をダーリーお願いします。はい、宛先はやるげつアットマーク mbs1179.com、 たくさんの無金歩のメールをお待ちしております。炎上芸人ドランクドラゴン鈴木も涙を流すことがある。俺16小節の鈴木拓、いや、さっき大喜利やったぜ俺。それでは今夜もこのコーナーにいただいたメールをご紹介いたします。いや、最後に尼崎市にお住まいのラジオネームピーコさんからいただきました。さやねえ、鈴木さん、こんばんは。こんばんは。社会人になって4年目の OL です。ずっと憧れていた旅行会社に入社して1年目の頃、仕事のハードさ、社会人の厳しさになかなかついていけず、毎日のように失敗して先輩や上司に怒られていました。そんな状況の中でも私に仕事を覚えさせようと、半年が経過した頃、あるツアーの添乗員の任務をすることになりました。先輩もいない中、一人の添乗、万全の準備でツアーには臨んだものの、お客さんの行動や注文は私の想定外のことが多く、食事時間やバスの出発時間が大幅に遅れたりして、ツアー終了後も会社にはいくつかのクレームが届いたそうです。かなり落ち込んでいる私を上司が食事に誘ってくれました。私は上司にこっぴどく叱られるのかと思っていました。ただ今の仕事が自分に向いていないのではないかという私の弱音をずっと聞いてくれていました。私の話が終わった頃、その上司が一言言ってくれました。あなたがあまりできないことは知ってたよ、でも私が想像していた以上にやってくれたと思う。正直あなたには期待はしていないけど、頼りにしてるから、これからも私に協力してね。その言葉に私はお店のトイレで一
独り泣きしました。いつかこの言葉を後輩に言えるようなスタッフになりたいと思っています。鈴木さん、先輩の心温まる話を聞かせてください。ああ、いっぱいいるでしょ。はい、僕昔あるドラマに出た時に、シティボーイズの鬼太郎さんと一緒だったんですよ。でその当時そんなにドラマも出てなかった。まあ緊張してそわ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 だから、まあ鈴木落ち着けっつって鬼太郎さんがいろいろ言ってくれるんですけど、うん、でも全然落ち着かなくて、どうしようかなどうしようかなと思って、落ち着いてない僕をずっと見てた鬼太郎さんが一言、うん、鈴木お前自分の力以上のものを出そうとしてるだろう、うん、そうすると人間っていうのは緊張するんだ、うん、だから自分のありのままの今の自分を出せば緊張なんてしないんだよ。だって普段のお前だろ。俺はお前のこと天才だと思うし、その自分の力を出せばもうそんな仕事なんか普通にポンとできるから、それやってみろって言って、うん、わすげえこれ感動するわと、うん、で鬼太郎さんがその後にタバコに火をつけて、でタバコを一服吸ったんですね、うん、その手をじっと見てたらその手がずっと震えてたんですよ。お前緊張してんじゃねえかっていう話です。せっかく途中までめっちゃ嫌なっちゃったのに鬼太郎さんかっこええになったのに、はい、同じシーンで同じシーンで全然手震えちゃって鬼太郎さんの方が緊張したぜそしたらそうだよ俺も緊張してんだよ力以上のもん出そうとして話してる欲がすごいね、はい、欲あるねんな人を気を落としといて、はい、そうですね途中までかっこよかったもん、ねね、おいつ僕ら、はい、気抜くな。僕すいません気に入ってました、はい、まず最初によしって言ったもんね内田理央です。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。高2男子高2女子のお願い聞いてあげる。自称高2男子高2女子が言ってもらいたいセリフをエロいお姉さんダーリオと変幻自在のお兄さん翔太くんが心を込めて言います。それでは早速参りましょう、はい、ペンネームペリミさんの作品、熱っぽい私に向かって翔太にセクシーに言われたいです。体熱いね、すっごい汗かいてるよ、うん、やだ、うん、燃える。加古川市ペンネーム加古川のカズゴンさんの作品、朝ごはんを食べなかった時にダーリオお姉さんに言われたいです。もうまた朝抜いてきたの怒られたいね。朝食ね。抜いちゃう時あるよね朝。朝食の話ね。基本抜いてるからな朝。朝食ですよ。朝食ですよ。朝食ですよ。抜いちゃうですね。広島県ペンネーム狼少女のマオラさんの作品、青井翔太くんと二人で遅くまで飲んでしまった時に言われたいです。ああ、終電なくなっちゃったね。これからどうする？困る。タクシー。タクシーじゃねえ。まあ帰らせようとするんじゃねえ。ウーバー呼んでください。お母さんが迎えに来ます。京都市ペンネームそもそも論さんの作品、サヤネの目を見つめながらダーリオに昔話を読んでもらいたいです。昔昔あるところにおじいさんとクパーさんが住んでいました。おばあさんみたいに。おばあさん、あだ名かな。東京都坪倉の作品、ダーリオにピアノを教えてもらいながら言ってほしいです。ゆっくり指動かして、そうそう、じゃあだんだん早く音出して。早くしてだね。早くしてだった。間違いだ。間違いだ。だんだん早くして、だんだん早くして音出して。はい、わかりました。どんな風に言えばいいんですか。つぼくらくんに言ってもらっていい。慣れてないもんで。ちょっと、まずゆっくり指動かして。あ、そう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 。あ、だんだん早く動かして音出して。愛知県ペンネームドヤミナリスペクトさんの作品、ケンシロウに飛行を疲れたさやねえが言いました。ぬぬぬぶ
です。上手。素晴らしい。一番上手。演技派。園芸派。園さん、園さんみたいな。園さん、そんなこと言わないでしょ。園さん、ヌプスって言わないでしょ。さあ以上です、うん、はい、このコーナーに作品を送ってください。宛先をエロいお姉さんダーリーお願いします。はい、やるげつアットマーク mbs1179.com 高2男子のお願い聞いてあげるのコーナーまでお送りください。万博へ行こう。必殺だつふみ。違う。なっちゃったんですね。ちょうど。あれもう一回言ってほしいな。必殺タイミングなんです。もう必殺さんに会いにくいわ。必殺松や。そうです。必殺松や。ダメです。顔見知りなんです。他の曜日のメンバー誰分かれるわ。ダメなんです。これ聞かれたらまずいんで。一緒の時でしょ、だって必殺松。多分一緒の時なんです。この2が手前に来ちゃったんですね。ひさま2のひさま2ね。ひさま2分析されてるよ。弱点を分析されてるよ。ひさま2いくみさんですね。ひさま2いくみ大丈夫でございます。キッキッオーヘルヘルヘル違う、お名前だからもう間違えないように、もう間違えないように置いて置いてね。マジで言うよ、はい、もうダーリオがなんか言う時にもうずっとさやね笑ってるから。本当ですか。下ばっかり見てたんで。でもさやねの今日の、うん、あくび混じりのおはよう、うん、の後に私と有野さんと坪倉さん3人で見合わせました、ね、かわいすぎて可愛すぎて3人でめっちゃ見合わせちゃった。 TKO のとこも見合わせたよ。そうなんですか。大好き。全員で何これってなんで TKO でよかったんですね。TKO そこは分かりやすかった。一人だけなんか分かんない、ひさなんとかさんっていう人は分かんなかったんで。誰誰、もう一回言ってみて。ひさまつゆくみさん。いじったやつじゃない。さまついくみさんです。火曜日に流してもらおう、これ。めっちゃ、お前やな。明日流してもらおう、明日流してもらおう。さあ、さやねえから告知があるということで。はい、まずは先ほどもお話ししたんですけど、私が園真理さん役で出演させていただきます NHK ドラマのぼせもんは、9月2日からスタートになります。はい、毎週土曜日夜8時15分から。連ドラなんですか。そうなんです。うわー、すごい。なので、はい、ぜひ皆さんご覧ください。私は第5回から登場させていただきます。はい、そしてもう一つ、NMB48 のアリーナツアー2017が決まりまして、はい、そうなんです。9月20日横浜アリーナ、9月23日名古屋日本外資ホール、そして10月11、12は大阪で大阪城ホールでやらせていただきます。そこでですね、 AKB グループコンサート初の女性専用エリア席というものを、はい、設置しますので、ぜひ女の子も積極的に、はい、応募していただけたらなと思います。すごいな、女性専用。そうなんです、行きたいな、そこ座りたいな。いやいや、ダメですよ、女性しか無理なので。本当に女の子関係のブスだね、ブスだ、ブスきた、ブスきた、ブスの歯抜けが来た。なのでぜひぜひ皆さん来てください、はい、お待ちしております。お願いします、はいはい、というわけでそろそろお時間でございます、はい、この後は AKB48 横山由依あっぱれ横山任せてくださいです。こちらもお聞き逃しなく。今夜のお相手は良い子の浜口と、ありがとう、ドラクダンスイッター。絶対言えないでしょ。なんで最後なんか溺れたぞ。我が家つぼくらと葵翔太と内田理央と NMB48 の山本さやかでした。また来週、さよなら。高いんだ。 AKB48 横山由依あっぱれ横山任せてください。ここからの時間は私横山由依が任されました。今日も自由にまっすぐにお送りします。ということで、先日ですね、ファンの方と一緒にゲームをするというイベントがありまして、というのもなんか新しくできた VR のゲームでワープボールっていうのができたんですよ。でそれのイベントに参加させてもらって、なんかそれはね、なんて説明するといいのか分かんないんですけど、 VR なのでこう目元に機械をつけるんですね。で、まあ、グローブをはめたりとか、なんか棒みたいなのを持ったりするんですけど、その映像上ではその棒がちょっと割と長めになってて、で対戦型のゲームなので、まあ言ったらテニスみたいなことなんですよね。こう映像上のボールがあって、
そのボールをその棒で打つっていう。で1対1で戦うんですけど、後ろに自分の後ろに壁があって、その壁に相手の壁にボールを当てたら勝ちみたいな。なんか打ち返せる限り、ラリーが続く限りは続いていいんですけど、なんかなんか相手がいないところにこう打つみたいな。で円盤みたいな丸いところに乗ってて、その円盤が重心で移動するんですよ。前に行こうと思ったら前に重心かけて、後ろは後ろ、横は横みたいな感じで、それが割と難しいんですけど、そのゲームがのイベントがあって、でそれ川本さやちゃんってさややっていうメンバーの子が、なんかそのワープボールのトレーナーって言って、一番なんかこう練習を事前にしたりとかしてて、で一番メンバーの中で分かってるっていうポジションにいて、で私はそのワープボールのトレーナーに挑むっていう、挑戦するみたいなことで、まずファンの方4人と対決をして、こう練習を積み重ねて、で最後川本さやちゃんと対決するみたいなイベントやったんですけど、まあ、割とねこう握手会とかに来てくださってるファンの方と実際こう対決をして、で私なんかスポーツがやっぱ好きやからかもしれないんですけど、割と上手で、でもファンの方も上手な方もいたから、確か3勝1敗ぐらいになって、で結局さややちゃんとこう対決するってなった時に勝っちゃったんですさややにマップボールトレーナーに挑んで無事勝てて楽しかったですというわけで今日も10分間お付き合いください。この時間はベストモバイルアプリケーションプロデューサー BMAP の提供でお送りします。はい、あさってですね、あの8月の30日に AKB48 の、新しいシングルハッシュタグ好きなんだという曲が、リリースになるんですけれども、この楽曲は先日行われた選抜総選挙で選ばれた上位16名がその曲を歌っている楽曲なんですけど、あのもう夏にぴったりな爽やかな楽曲になってます。多分まだ聴いたことないって方も、まあまあ聴いててほしいんですけど、まだいるかもしれないので、ちょっとここでいただきたいなと思います。それではお聴きください。 AKB48 でハッシュタグ好きなんだ。眩しいくらい鮮やかな SNS あげてみた、さりげなく片思いということで、今聴いていただいてるのは、ね、ハッシュタグ好きなんだという楽曲なんですけれども、これ選抜総選挙で選ばれたメンバーが歌唱してるということで、まあ、歌割り選挙の順番順になっていて、まあ、1位2位3位が歌って、4位5位6位が歌って、7位8位9位が歌う感じなので、1番のところでも歌割りがすごく長くてすごい嬉しいんですけど、あ、ちょっともうちょっとしたら聴きますのでね。これは1位2位3位のソロパートです。4位5位はい、みんなで盛り上がっているけどのところ私と須田さん6位と7位メンバーが歌ってるんですけど、なんかやっぱりあの AKB の、 あのシングルの表題曲で、まあ、こう歌わりが多いとか、いっぱい自分の声が聞こえるみたいなのはやっぱりメンバーとしてもすごく嬉しくて、だから本当にねこう投票してくださった皆さんにも感謝の気持ちでいっぱいですね。この楽曲はまあ、こう歌詞をね聞いていただいたらわかると思うんですけど、なんかツイッターなんで SNS に、ちょっと匂わせみたいな、その好きな人と人に作ってあげた料理を入れて、その人の影をちょっと映しながら、何ですか、好きな人と一緒にいるよとか、なんだろうないう感じの、書いたりとかするみたいな歌詞なんですけど、まあね、なんか AKB のシングルってなかなかこうシングルっていうか楽曲は両思いになることがないんですよ、歌詞の中で普段。でもこの楽曲に関しては1番と2番と大サビで、全部サビの字が違って、それぞれの自分側相手側みたいな感じになってて、結局両思いになってるっていうことなので、そういう意味でもなんかちょっと新しい感じがして、でメンバー選抜総選挙で入ったメンバーガラッともう今までとまた変わってきているので、そういう意味で新しい AKB っていう感じをお見せできるんじゃないかなって思っています。まあ、振り付けね、まあ、ラジオなんで振り付けちょっとお見せすることできないんですけど、すごい可愛くて、サビハッシュタグって時はハッシュタグを自分の手で作っていて、左手の薬指と小指を出して、で右手はピースみたいな形にして、それを重ねてハッシュタグ、すごいよくできた振り付けですよねをやってたりとか、あとは曲中そのサビの中
カーデの振り付けも3っていうのと4っていうのをやって、サッシー1位が指原さんなのでサッシーっていう振り付けがあったりとか、そういうちょっと細かいところにもこだわって作られているので、よかったらね、歌番組とかで見るときはそういうところにも注目していただけたらなと思います。あ、もうあっという間ですね。うん、あのハッシュタグ好きなんだ、あさって発売なのでぜひ、たくさん聞いてください。この番組では皆様からのメールをお待ちしています。メールアドレスはまかせてアットマーク mbs1179.com です。 AKB48 横山由依でした。またねー。